ナンバーアンダーラインアイ・ i n z m 1 4分の急パフォーマンスがすごすぎて体感1分。圧巻のステージを徹底解説。世界地球アメリカ大陸も、日本日本の旗も。トレンド1位金メダルハッシュタグ WithMUSIC2 銀メダルハッシュタグ WithINZM2024 年9月14日20時33分。音楽が持つ力は、言葉を超えた感動や共感を生み出し、私たちの心を強く揺さぶります。 そして、その力を最も強く感じさせる瞬間は、アーティストがステージでパフォーマンスをするときです。ナンバーアンダーラインアイというグループは、その真髄を見事に体現しており、今や日本だけでなく世界中で注目を集めています。9月14日のパフォーマンスでは、彼らの持つ才能とエネルギーがいかに深い影響を与えるかを再確認させられました。特に INZM のパフォーマンスは、 その一瞬一瞬が鮮烈であり、観客の心を強くつかんで離さなかったのです。INZM は激しいリズムとパワフルなダンスで観客を圧倒しました。まるで時間が一瞬で過ぎ去ったかのように、あっという間に終わったと感じたファンは少なくなかったでしょう。しかし、その短い瞬間に詰め込まれた感情とエネルギーは、長い余韻を残すものでした。ステージでのパフォーマンスだけでなく、 メンバーそれぞれが放つオーラや存在感、そして彼らの一体感が観客を虜りにし、心を震わせたのです。ファンにとって、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは単なるエンターテインメント以上のものです。それは、一種の儀式であり、彼らとファンとの絆を深める時間です。何年も応援し続けてきたファンが、ようやく彼らのライブに当選し、その瞬間を共有できるということの意味は非常に大きいです。 SNS に投稿された、念応援して当選した、というコメントからも、その喜びや感動がひしひしと伝わってきます。このようなファンとアーティストの関係は、音楽業界全体にとっても特別であり、重要な要素です。ナンバーアンダーライン愛の成功の裏には、彼らの絶え間ない努力と前向きな姿勢があることは言うまでもありません。彼らのパフォーマンスは回を追うごとに進化し続け、 ビジュアルも技術も常に新しいものへと更新されていきます。それは彼らが常に自己改善を目指し、限界を超えようとする強い意志を持っているからこそ実現できるものです。その姿勢こそがファンにとって誇りであり、彼らを支持し続ける理由の一つです。また彼らのパフォーマンスがただ技術的に優れているだけでなく、そこに込められた感情やメッセージも深く観客に響いています。例えば、 INZM の振り付けには、激しい動きの中に繊細な表現が隠されており、その一つ一つの動きがストーリーを語っているように感じられます。これは単に振り付けをこなすだけではなく、音楽とダンスが一体となり、彼ら自身の感情を表現しているのです。翔くんの輝くような笑顔や、ジョーダンのダンスの一瞬がカメラに捉えられた瞬間、ファンはその光景を忘れられないものとして心に刻みます。 そしてその一つ一つの瞬間が、ファンにとっては特別な意味を持ち、その思い出が何度も繰り返し語られるのです。「稲妻どんどんパン!」という印象的な振り付けの教え方は、INZM のパフォーマンス全体のユニークさと力強さを象徴しています。そして、彼らの成長とともに、ファンもまた成長していきます。彼らを応援することが、日常の一部となり、時には支えとなることもあります。 ライブやパフォーマンスは、そのファンの期待や希望を形にする瞬間であり、また次の期待を生む場でもあります。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを目にした観客は、彼らの才能や努力を肌で感じ、自分自身もまた新しい目標や夢を見つけることができるのです。音楽は、私たちの生活において特別な意味を持ちます。それは、日常の喧騒から逃れるための癒しであったり、 困難な時期に励ままされる力であったりしますそしてナンバーアンダーラインのようなアーティストたちはその音楽を通じて私たちに新しい希望やエネルギーを与えてくれます彼らのパフォーマンスを通じて私たちはただエンターテインメントを楽しむだけでなく彼らの情熱や努力そして成長を共有し自分自身もまた何か新しいことに挑戦したいという気持ちを抱くのです No.1 アイの魅力は その圧倒的ななパフォーマンスだけではなく彼らは単にステージ上のスターではなく、努力を惜しまない姿勢や謙虚さを持つアーティストです。フェスでのパフォーマンスやテレビ出演を通じて、彼らはますます多くの人々に愛され、その輪が広がり続けています。彼らの成功は偶然ではなく、彼ら自身の努力とファンの熱い支持があってこそ成り立っているものなのです。 2024年にリリース予定のファーストフルアルバムも、ファンにとっては待ち望まれた瞬間です。アルバムに収録される楽曲は、彼らのこれまでの経験や感情が詰まっており、さらに進化した彼らの姿を垣間見ることができるでしょう。そのアルバムを手に取る瞬間、ファンはこれまでの彼らとの思い出を振り返り、そしてこれからの新しい旅路を共に歩んでいくことを期待しているのです。このように、 ナンバーアンダーライン愛の音楽は単なる娯楽を超えたものであり、ファンとの特別な絆を築いています。彼らのパフォーマンスが日々進化し続ける中で、その魅力はますます広がり、より多くの人々に愛される存在となっていくことでしょう。ナンバーアンダーライン愛の魅力がこれほどまでに広がり続けているのは、単に彼らのパフォーマンスや音楽が優れているからだけではありません。ファンとの密接な関係性。 そそしてのの関係性を深めめるための絶え間ない努力が背景にありますファンが彼らを応援するのは、音楽が好きというだけでなく、彼らの成長や挑戦、挫折を共に感じ、支えていくことで自分自身もまた成長できるという感覚があるからです。これが、彼らの音楽に感情的なつながりを感じる理由でもあります。音楽業界の中でも、ここ数年でファンダムの形が大きく変わってきています。 SNS やストリーミングプラットフォームが普及したことで、ファンはより直接的にアーティストとつながることができるようになりました。このようなデジタル時代において、ナンバーアンダーライン愛は、ファンとのコミュニケーションを積極的に行い、その中で築かれた信頼関係が彼らの人気を支えているのです。ファンにとって、彼らと共有する瞬間は特別なものであり、その一瞬一瞬が彼らの心に深く刻まれています。例えば、 ライブ後に SNS で推しが最高だったというファンの声が多数投稿されるのは彼らのパフォーマンスがそれほど感動的でエネルギーに満ち溢れている証拠です。あるファンは体感速度1分もなかったとパフォーマンスがどれほど速く感じられたかを表現しています。時間があっという間に過ぎ去るほど集中し心を奪われる瞬間それはアーティストのパフォーマンスが持つ力そのものです。さらに メンバー個々のキャラクターもファンを引きつける大きな要因です。翔くんのキラキラボシアンという可愛らしい仕草や、ジョーダンのダンスのキレがカメラに完璧に収められた瞬間など、彼ら一人一人の個性がファンに愛されています。これらの細かいディテールは、ファンにとっては非常に大切なものであり、それがパフォーマンス全体の魅力をさらに高めています。ナンバーアンダーライン愛のこれまでの道のりを振り返ると、 彼らの成功は決して一夜にして成し遂げられたものではありません。多くの挑戦や努力、そして挫折を乗り越えたからこそ、今の彼らがあるのです。彼らのパフォーマンスが日々に,日に進化し続けているのは、ただ練習を重ねるだけではなく、その背後にある強い意志と情熱があるからです。どんなに難しい状況でも、常に前向きに挑戦し続ける姿勢がファンに勇気を与え、共感を呼んでいます。 2024年に予定されているファーストフルアルバムのリリースに向けて、ファンの期待は高まるばかりです。このアルバムには、彼らのこれまでの経験が凝縮されているだけでなく、彼らの新たな挑戦や音楽の方向性も示されています。アルバムリリース後、さらに多くの人々が彼らの音楽に触れ、その魅力に引き込まれることでしょう。音楽は、時に人々の人生を変える力を持っています。 ナンバーアンダーライン愛の音楽もまた多くの人々にとって特別な存在です。彼らの歌詞には希望や勇気、そして成長のメッセージが込められており、それが聴く者に強く響くのです。彼らがステージで表現するものは単なるエンターテインメントではなく人生そのものを映し出しているとも言えます。ファンにとって彼らの音楽を聴くことは自分自身の心と向き合い、 新たな一歩を踏み出す力を得る瞬間でもあります。